邪神ちゃんですの。今回は7月27日に開催されたペンギンリサーチライブツアー2023逆光備忘録ツアーファイナルの東京公演のお話をしていきますの。4年ぶりのフルアルバム逆光備忘録を引っ提げてのツアーということで、新曲も盛りだくさん、特殊な演出もあったりと最高に盛り上がったライブの感想をまとめていきますの。今回のライブツアーは全16公演、ボーカルの陽次くんの地元である高知や、ギターの神田ジョンさんの地元の愛知を回るなど、ゆかりの地を訪れるようなツアーでもありましたの。自分はスケジュールの関係で今回のツアーファイナル東京にしか行けなかったんですが、各地での思い出を MC で語ってくれたり、それぞれの場所でそこでしかできないライブがあったという話もあり、かなり本人たちにとっても思い出深いツアーになったようでしたの。ツアーファイナルの東京公演はゼップ新宿での開催。2023年の4月にオープンしたばかりの非常に新しいライブハウスで、私も初めて足を運びましたの。約1500人のキャパシティとサイズ感も良く、もちろん名前の通り立地も新宿ということで、アクセスも申し分なし、施設も新しくてとてもいい会場でしたの。ペンギンリサーチのメンバーもちろん全員好きですが、メインは堀江翔太さんを見に行ってるところもあり、当然のように下手側にスタンバイ、壁際で空調もめちゃくちゃ効いていて、飛んだり頭振ったりと結構体を動かしても涼しさを感じるぐらいには快適でしたの。ざっくりとした概要はこれぐらいで、早速セットリストの話に入っていきますの。今回もセトリをまとめてくれた方のツイートを見ながらお話をしていきますの。全体的な印象としてはやはり4年ぶりのフルアルバム逆光備忘録を引っ提げてのツアーということで、アルバムの楽曲が中心、その中で効果的に映える楽曲を挿入してくれたという感じでしたの。1曲目からアルバム表題楽曲のフォースライト、この楽曲はレイジシャドウバースプロツアー2324の公式テーマソングとなっていますの。アニメシャドウバースのタイアップの縁がつながって、こうやって広がっていくのが非常に感慨深いですの。作編曲作詞を堀江翔太さんが担当する、爽やかな疾走感が心地よい楽曲。ペンギンリサーチさんの生歌を聴くのも今年1月のゼップ羽田ぶりで、これが聴きたかったんだよなぁと1曲目からしみじみ感じていましたの。ゼップ新宿の音響も非常に良くて、それぞれの楽器の音がしっかりと主張しつつ、それでいて一つの音楽になってると感じられるような気持ちのいい体験でしたの。2曲目は八つ当たり、スマホゲームバンドやろうぜの劇中バンドブレイストの新曲ですの。音作りもやはりそこを強く意識している楽曲で、オルターナティブやブレイクをタイム後想起させる要素がありますの。かなりギターの主張が強めな楽曲なので、神田ジョンさんの手腕が爆発、楽しそうにギターを弾いている姿は本当にかっこいいですの。3から5曲目はいつもの盛り上がる楽曲たち、切り札、嘘まみれの街で、敗者復活戦自由形というめちゃくちゃ強い並びで会場を大いに盛り上げてくれましたの。特に切り札は私も大好きな楽曲、現在好評放送中のシャドーバースフレームでヒーロくんが大活躍しているということもあって、いつにも増して心が高まりましたの。またぜひアニメシャドーバースでタイアップをもらってほしいですし、シャドーバースフレームでも不意に挿入歌で切り札が流れるタイミングを首を長くして待っていますの。6曲目7曲目はカップリングだけれども、めちゃくちゃ存在感のある大脱走と逆襲、ペンギンリサーチさんの楽曲の中でも悪という雰囲気がすごく素敵な並びで、オルスター&声出し可能だからこそより楽しめるライブ映えする楽曲ですの。8曲目からは一気にアルバム楽曲の披露、堀江翔太さんのベースとコーラスが最高だったフェアリーテール、アルバムの中でもすごく特徴的で一度聴いたら耳から離れないサニーレイン、このアルバムで唯一の神田ジョンさん作編曲であり、壮大な世界観が曲からも歌詞からも味わえるクジラに乗って、どれも私はこのライブで初めて生演奏で聴いたのですが、
CD 音源とはまた違うライブならではの表現を強く実感する新曲の並びでしたの。11曲目は印象的な MC から世界最後の日に。自分たちだけで集まって音楽をやるのはライブじゃなくて、聴いてくれる人がいて楽曲に対して反応があって、それでこそライブだからこそ楽しく音楽をできているという感謝の気持ちが詰まった MC が非常に心に響きましたし、世界最後の日にの歌詞がより染み渡るいいパフォーマンスとなっていましたの。すごく特別な演出をしてくれたのが12曲目希望からの13曲目ゴールドフィラメント。希望は会場全体のライトを落としてほぼ真っ暗な状態でのパフォーマンスとなりましたの。そしてゴールドフィラメントで一気にライトが点灯。ネガティブな自分を肯定してくれる希望から光を目指して突き進むゴールドフィラメント、楽曲のテーマにもぴったり合った最高の演出でしたの。その後の MC では何を喋ればいいかよくわからないと気持ちを打ち明けてくれた陽次くん、キザになりきれない等身大な感じも含めて改めてペンギンリサーチさんが大好きだなぁと感じる瞬間でしたの。ここからは畳みかけるような勢いのある楽曲の連続、逆光美貌録のリード曲でもあり、これからも長くライブで歌い続けられるであろうクライアー。 MV もめちゃくちゃかっこよく仕上がっているので、この動画を見終わったら概要欄から見に行ってほしいですの。何回聴いても闘争心をかきたててくれる名曲決闘。一生ベースの気持ちのいい音が鳴り続けているフィーバー。タイアップとしてはもちろん、聴くたびに強いメッセージをもらえるハテナ。堀江翔太さんの独特なネガティブな世界観にいろいろ考えさせられるアルバム曲祝祭にて、みんなで声を出して音楽を楽しむために作ってくれ、今回のアルバムにも収録された千夜祭。あまりにも満足度が高すぎるセットリストで本当に一瞬で本編が終わってしまいましたの。そしてお約束のアンコールでは最新タイアップでもある変幻自在、そしてラストを飾るのにふさわしい最高の一曲ボーイフットで見事に逆光美貌録ツアーに幕を下ろしましたの。ということで今回はペンギンリサーチライブツアー2023逆光美貌録ツアーファイナルの東京公演のお話でしたの。ライブ中にはありがたいことに次回のライブツアーの発表が、その名もペンギンファイトナイトツアー2023冬、12月15日に神奈川、17日に大阪、26日に代官山、少し小規模ではありますが年内にまたこうやってワンマンライブがあるのは非常に嬉しいですの。自分ももちろん参加予定ですし、この動画を見て興味を持った人もぜひ参加してもらえればと思いますの。今回のここが好きという熱い思いや、あの演出が良かったなどの感想があればぜひコメントしていってほしいですの。このチャンネルではアニメに関する動画とアニメのテレビ放送に合わせた同時視聴配信を毎日しておりますの。ぜひチャンネル登録と高評価をして同時視聴配信にも遊びに来てほしいんですの。では今回の動画はここまで。またね、ですの。